敵地山梨での宇宙決戦。あれ、推しがいない。悔しすぎる敗戦。それでも選手は前を向く。皆さんおはようございます。6月の2日日曜日です。ただいま朝の5時半。今から山梨県に向かいます。今日はなでしこリーグ2部リーグ第13節 FC 富士桜山梨対ビアティミエレディーズの試合を見に行きます。前々から見に行きたいと思っていました FC 富士桜山梨さんのホーム戦、今日相手がビアティミエレディーズということで、タイミング的にも、今日がベストかなと思って今から試合を見に行きます。今日も遠征メンバー18人の中に入っているであろう大滝真由選手の応援も頑張ります。アウェー戦といえどビアティミエレディスとしては勝ち点3が取りたい試合でもありますし、なでしこリーグ一部昇格を目指す FC 富士桜山梨さんにとっても勝ち点3が欲しい試合でもあります。お互いに負けられない熱い試合になることを予想しております。果たしてビアティミエレディスはアウェーで山梨さんから勝ち点3を取ることができるか。今から山梨県の韮崎市の方に向かいます。よろしくお願いします。愛知から韮崎へ行く方法として、岐阜県から長野を通って山梨に入るルートか、まっすぐ1号線で行って山梨に行くか、2つのルートがあったんですけども、今日も可能な限り下道で行きたいと思いまして、いつも通り23号線を経由して1号線に入り、そのままバイパスを突っ切って山梨の方に行こうと思います。23号線に入った段階から、距離を測ってみようということで、大体280キロくらいですかね、正確な数字を計測していきたいと思います。オール下道だと大体5時間半くらいで到着するんですけども、どこかで高速に乗らないと間に合わない気がしますので、行けるところまで下道で頑張って、あとは高速で行こうかなと思います。今静岡県の袋井市まで来ました。今愛野駅の近くを走行しています。これで半分近くぐらいまで来たかなと思うんですけど、この段階で疲れてきたので、そろそろ高速に乗って山梨の方に行こうかなと思います。静岡県の島田インターから高速に乗りました。40キロほどまっすぐ進んで中部横断自動車道まで進んでいきます。残り120キロぐらいですかね。頑張ります。静岡市清水区まで来ました。ここを左折して中部横断道山梨県甲府方面に向かっていきます。こっちを通るのは初めてですね。まっすぐ進んでいきます。着きました。愛知から山梨県韮崎駅前の駐車場までの距離は 283.2 キロでした。昨日広島に遠征に行った分、ちょっといつも以上に疲れてしまいました。途中高速に乗って休憩しながら運転していたので、大体5時間ぐらいで着きました。今日の試合、会場の近くに、臨時駐車場とか開放してくださっているんですけども、多数の入場者が見込まれるということで、あえて離れた場所に停めて競技場の方に向かっていきたいと思います。では今から競技場の方に向かって歩いていきます。よろしくお願いします。
日も熱い声援よろしくお願いします。ここで FC24 プレナスなでしこリーグスポンサーのご紹介です。日本女子サッカーリーグ2024シーズンのトップパートナーは株式会社プレナス。オフィシャルスポンサーは株式会社強力メンテナンス、株式会社日本トリム。オフィシャルサプライヤーは株式会社モルテン。エルテックサービス株式会社、株式会社ロベルト・カルロス、鈴研工業株式会社、株式会社アピオセレモニー、荻野食料株式会社、小宮山エレクトロン株式会社、菊水エムズ株式会社、ビアティン・ミエレディース。ここでビジターチームスターティングイレブンの紹介です。ビアティン・ミエレディース、ゴールキーパー1桐畑琴乃、ディフェンダー8市川園香、ディフェンダー16高田理央、ディフェンダー30北久保勝桜山梨。スターティングメンバーおよびリザーブ選手の紹介です。スターティングイレブンを発表いたします。ゴールキーパー1出口春奈、ディフェンダー6天中佳子、ディフェンダー3松岡さゆり、ミッドフィルダー21内田朱夏、ミッドフィルダー27加藤真奈、それでは
フレナス、なでしこ。倒せるようにまた目当てして全員でやっていきますので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとう。また重ねてにはなりますが、こうした韮崎市で開催試合を開催できることは当たり前ではなくて本当に前々からたくさんの方々が力を貸してくださって、こうして試合をできたと思いますのでやっぱり私たちはピッチでしっかり結果で返せるように引き続きやっていきますのでこれからも応援よろしくお願いします。気をつけれ。ピアティン三重レディースと FC 藤桜山梨さんとの試合は1対2でビアティン三重レディースが敗れました。非常に悔しすぎる試合になりました。今日は対戦するのがとても難しい相手でした。なぜならば相手が素晴らしいサッカーをするチームだからです。このような拮抗した試合ではチャンスを生かした方が勝つ、大きく結果に響いてくる。ビアティンさん、これまで現地で見た中で今シーズン一番良かった内容だったと僕は思っています。ボールを動かしながらコンビネーションを使いながらサイドバックの上がりも多く自信を勇気を持って攻撃を仕掛けることができていました。大きな差はプレーテンポだと感じました。今日は一人一人の動きが良くてプレーテンポが速くなっていたと思います。ビアティンの武器である堅守を維持した形でさらに磨きをかけてきたと見て感じました。その意味でも相手チームにとって点を取るのがとても難しい、プレーテンポの速さをビアティンさんは表現していたと思います。今日の試合負けて本当に悔しいんですが改めて雨の中最後まで力を出し切って戦ったビアティンの選手を称えたいです。選手たちは与えられた役割を全力でこなし素晴らしい戦いをしています。いい形で試合ができたと思います。アグレッシブに戦いましたし見応えのある試合でした。試合をコントロールするのに苦労した時間帯も多かったと思いますがボールを奪ってからの攻守の切り替えがこれまでと違う感じがしてある程度互角に戦うことができました。ビアティンがボールを支配しながら試合の主導権を握る時間もありましたし一方で相手にボールを譲って守備をする時間ももちろんありましたけど守備をしながらも最後の最後ではやられないそういった戦いができたと思います。後半先制点を許したわけですが相手のミスを見逃さずすかさず同点に追いつきました。明確なチャンスを作らせずそのままもう1点点を取り勝ち切りたかったんですが2度あった決定機を決めきれられず後半アディショナルタイムに痛恨の失点そのまま1対2で敗れました。僕個人的に今日は
難しくて苦しい試合でした。ピッチに立っていた選手のこと、立てなかった選手のこと、いろいろな感情がありました。でもコサポである以上、このようなことは何回も訪れますし、コサポの感情なんてどうでもいいと思っています。出れなかった本人が一番悔しい気持ちを持っているので、今日の試合久しぶりにサッカーを見てめちゃくちゃ悔しいっていう感情が出た試合になりました。これほど苦しいと思ったのはなかなかありません。試合後の挨拶の際の選手一人一人の表情を見て、言葉に詰まるキャプテン桐畑選手の表情を見たりして、見ているこっち側も悔しい気持ちが湧き上がってきたからです。ビアティンさんの選手のプレーを見ることによって、点を取った時の笑顔、負けた時の悔しさ、様々な感情が湧き起こり、同時に難しく辛い時間でもありました。悔しい結果にはなりましたが、同時にビアティン三重のこのサッカースタイルは選手一人一人のクオリティを高めることに将来的につながっていると思っています。もちろんボールをうまくコントロールできず保持できない時もあります。でも練習や試合を通して選手が成長していると思っていますし、躍動感ある姿を今日ピッチで見ることができて感動しました。選手にはもっと自信を持ってボールを持ってプレーしてほしいです。自信とともにプレーできることによって、攻撃的に流動的に人数をかけてプレーできるようになってくると思います。ボール保持の時は自信を持ってつないでプレーテンポを早めて、試合ができるようになることを今後期待しています。ビアティンさん、来週はホームで戦うことができます。来週は筑波 FC レディースさんとの試合です。勝ち点3を取れるようにホームに駆けつけてくれるファンサポーターの皆さんと勝利を分かち合えるように、また練習のところからいい準備をして頑張ってほしいと思います。僕としては推しの活躍を見に山梨に行ったんですけど、今回遠征メンバーには帯同されていなくて、ちょっぴり残念だったんですけども、まだまだいくらでもチャンスはあると思いますので頑張ってほしいです。また応援行かせていただきます。あと最後に、個人的に楽しみにしていた FC 藤桜山梨さんのホームゲーム、今回雨ということでスタジアムの外の雰囲気とか、ファンサポーターの方たちのこう熱量だったりとかを、今回動画に収めることがあまりできず、ちょっと消化不良感のある動画になってしまいましたが、また天気がいい時に改めてリベンジさせていただきたいなと思います。藤桜山梨さんもなでしこリーグ一部昇格を目指して、ぜひ今シーズンそれを達成できるように頑張ってほしいです。またチャンスがあったら試合見に行かせていただきます。今回の動画はここでおしまいになります。皆さん、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。